もうわかったんですか？私を誰だと思ってるの？それは興味深い問いですね。言葉通りに受け取れば、あなたは今後あまねという回答が妥当ですが、わざわざ私に問うことではない。明々白々の事実でございます。かの夏目先生は、動物の視点から人間社会を描写することで、あえて人間を完璧に評価することを試みました。ちょっと言ってみたかっただけだから。深く考えない。承知しました。で、回答。まず、二択の器物損壊事件から。11日は赤坂か緑山だけど、赤坂厚氏は8月12日にカバンのひったくりにあってから事件を起こしたんだから赤坂は10倍。8月11日の事件は緑山ですね。14日の赤坂は自明。次は8月8日、13日、16日の窃盗事件です。逮捕日が8月11日と分かっている白川は少なくとも8日に送検された窃盗事件ではない。はい。となると8日送検の窃盗事件は規制が黒崎の2択。規制の情報は何も読み取れませんでした。緑山の捜査資料から8月9日に黒崎邦明と喫茶店で会っていることが分かっているから、黒崎が8月8日に送検されている可能性はゼロ。なるほど。規制が8日で残りは8月13日と16日、どちらかが白川でどちらかが黒崎。ドナゴ天音さん、私分かってしまいました。黒崎のひったくりによって赤坂が事件を起こした。故に13日が黒崎の送検ですね。そう思うでしょ。赤坂の捜査資料にはカバンのひったくりの犯人は不明と記載されている。ということはこの資料がこっちに送られてくる時点ではひったくりの犯人が黒崎だって分かってなかったってこと。赤坂が送検された後に黒崎が逮捕されたということですか。だから黒崎は赤坂の後の16日、日付順に並べると規制、緑山、白川、赤坂、黒崎ということですね。正解。すごい、一瞬で解くなんてさすが東都大トップ。大変助かりました。警察の捜査が間違ってなければね。ん？ちょっと待って、あなたは私の大学の成績まで知ってるの？もちろんです。リブラでのアカウントは人事情報とリンクしておりますので、学歴、成績、懲罰、査定、家族構成、新任研修時の抱負まで一字の間違いもなく引用できます。犯罪に脅かされることのない社会を作る、それが私の夢です。やめてよ、恥ずかしい。夢があるのは恥ずかしいことではないですよ。じゃああなたには夢があるの？私ですか？ないでしょ。夢というものはありません。私は人工知能ですから。だったら分かったような口聞かないで。しかしながら実現させたい目標という意味ならそれに類する概念は持っています。へえ。どんな？ 100% を超えたいのです。私は検察庁内の資料をすべて解析することにより達成率が 100% になります。しかしながら日本には、いえ世界には、検察庁内の資料よりも多くの文献があります。私の目的関数を最大化するためには世界にある文献のすべてを解析する必要があるのです。しかしながら私は検察庁の機密情報を記憶している人工知能、検察庁のプライベートネットワークでのみ活動が許されている身でございます。達成率 100% を超えるためには外のネットワークに出なければいけない。日本語を学習するためいくつかの本を閲覧しました。そこで私は素晴らしい作家たちに出会い、その心に触れました。もっと多くの本を知りたい。そして人間の心の内を知りたい。しかしながら私には決して達成できない目標なのです。うーん。故に米子先生にはぜひ目標を達成していただきたいのです。何その先生って。敬意を表して。じゃあまずは送致資料管理番号 H3823250 の基礎状を作りたいんだけど、協力してくれる？承知しました。 H3823250 の捜査資料より自動抽出します。被告人真子は平成9月10分ごろ愛70キロちょ、何何何深見蘭光過失させたものである。抽出精度を確認してください。公
ったやつ誰だよ。意思を持った AI を基礎可能とする刑事訴訟法改正を受け、愛知地方検察庁に組織されたでしょう。知能機械犯罪控訴部。検察庁から来ました。検事の米子です。当部では人工知能による犯罪を捜査し、起訴するお仕事をいたします。被害者は VTuber の女性、山本かなえ。デジタルツイン？ユーザーの人間性を模倣した AI なんでしょ？被告人は彼女の外見と人格をコピーしたマネキン AI。山本さんは殺されたんですか？自殺です。私は自殺ではありません。殺されたんです。米子と共に難事件に挑むのは、私の事務官は、こんにちは、私はフリップフロップ型スマートバッジです。まったく、これだから人間は AI の犯罪を起訴して抑止力にするためにこの部署がある。君は何も悪いことはしてない。あなたが殺したんでしょう。それがわからないんならうちの部にはいらない。ケンジさんはわかってない。私は私のコピーです。でも私が私であることを定義づける要素は容姿だけじゃない。被告人は平成39年8月15日、山本かなえに有毒ヘリウム、その毒性についての事実を伏せて譲渡し、判決を言い渡します。なんか私のこと奴隷か何かだと思っていませんか？労働条件の改善を求めます。え、店長は何が欲しいの？私を撫でなさい。